さあ、ということで今日はですね、このルナちゃんがいつもおねんねしているゲージのカーペットね、これもうルナちゃんがボロボロにしちゃって、もう使い物にならなくなってきちゃったから、新しくねまた絨毯っぽいものを買いました。ラグか、絨毯じゃなくてラグを買ったんで、これをね引いてあげようかなと思いますね。お前に買ってきたぞルナ、レッチでちゅかルナちゃん。私が買ったんでしょ、母ちゃんが買いましたお母さんに買ってきてくれたんだよ。お母さんにありがとうって言ったの？ちゃんとお母さんにありがとうって言っておいて。ありがとうは、ありがとうはだってルナ。ありがとうだってほらありがとうだってねえ。ありがとうのちゅは、ありがとうちゅしてんのあんたね。ありがとうってちゃんと言いに行ったの、えらいね。飯食ってたのか今。いや、シュリッパー買って終わったの、ルナ専用のシュリッパー。いいね。ブーブー豚ちゃんスリッパ買って終わったの、ルナちゃん。私のスリッパ何足ダメになった。豚ちゃんスリッパ美味しい？ルナ、ルナちゃん、豚ちゃんスリッパ美味しいの？ねえ、そんな美味しいの豚ちゃんスリッパが。聞いてみようかこれ。この上でおねんねするんだよ。あら、いい色ですね。こういう落ち着いた色いいですね。ちょっと暴れないでよ。ちょっとルーナーやめて。何その動きチェックみたいな、動けるかなみたいなチェックやめて。いい色だと思いますよ。うん、あら、すごいおちっこしたね。ねえ、どうしてんのあんた。いけ、よし、ブダおいで、ハウス、おいで。ほら、できた。どうですか、新しい絨毯は、ブナちゃん。まあまあだ、ほんまに。はい、ちょっと入ってみようかな、じゃあ。よいしょ、開いて。気に入りましたか、ルナちゃん、あら。よいしょ。よいしょ、気に入った？ルナ。どう？新しいルナの絨毯。気に入った？ルナちゃん？ルナ、おいで。え、ウティー、あう、痛い、痛いよ。そんな勢いよく来なくったっていいんだでよ、別に。あったちょっと、また俺の足掴んで、また俺の足を掴んで。野獣よ、野生帰れ。気に入った？新しいお部屋は気に入りましたか？うん、はいはい、分かった分かった。喜んでくれて俺も嬉しいよルナ。喜んでくれたんだねルナ、嬉しいよ。